次に紹介する漫画は沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるっていう漫画ですね。この漫画はあのアニメ化決定しました。クラゲバンチ、あ2022年の5号から11月、あの2023年の、まあ、5月号までをあの収録したやつなんですけど、まあ、なんかなかなかあの面白いですよ。あの今ちなみにこれ着てるのがあのムームっていう服なんですよね。あの、まあ、 あんまりページ開けちゃうと、バンされちゃうんで、あの、この、ほ、あの、目次だけ、目次だけにしときますね。あの、チラ海水族館の、ま、あ後編から、あの、ガジマやチンスコウとか、このムームっていう、ま、ああの、部屋着。沖縄の部屋、ま、あなんか沖縄ってあの、パジャマ買わないんですけど、このなんかあの、ムームっていうなんか部屋着を、まあ、ああ部屋着があるんですよ。ただこのなんかムームなんですけど、 まあ、こんな感じの服で、まあ、あの、なんか、ちょっとハワイアン風の可愛らしい感じの服なんですけど、なんか、小学校上がる前の子はよく来て、なんか、縁日とかでなんか歩いてるの見かけますね。ちなみに、あのー、まあ、そうですね、定年退職したぐらいのおばあちゃんなんかよく、この格好で洗濯物干してるの、干してたりとか、買い物に出かけたりするのをちょくちょく見かけるっていう感じで、まあ、年頃の女の子は着ないイメージが、まあ、あるんですけど、 ただ、このムーむきながら、この漫画の中でなんか恋話とかしたりするのが、なかなか、あの、ほのぼのとしてなんか面白かったな、っていう感じですね。ただ、あの、ま、この漫画の中、ま、沖縄の、ま、フードとか、鳥が特集されてたんですよ。あの、イソヒヨドリっていう、ま、鳥をなんかも特集してるのがあって、ま、イソヒヨドリはなんか僕の家の周りにもよくいますし、カモ飼ってるんですけど、カモガエにもよく来て、よくあの、カモにあげてるドッグフード、盗んでいってるのよく見かけますね。